はい、どうもこんにちは、ピヌさんです。日本大相撲続きやっていきます。今日は試行錯誤、疲れてる状態でどれくらい進められるかみたいなね。まあ2場所、できれば3場所ぐらい行きたいんですけど、それではね、進めていきたいと思います。はい、番付発表ですね。正義大関、友が前頭筆頭、刑事2枚目とも上がってきましたね。鬼太郎前頭8、慶明前頭14、稲妻十両7、アランが十両10、慶で11、一世が十両12、高田上がってきて十両12。あー、高田のしこな考えてなかったな。とんと忘れてましたね。正夢二郎翔平が幕下陥落ですね。結構ね、重量以上とかいけそうな子が増えてきました。後藤勝利、まあ頑張ってますね。レイがね、ちょっとずつ上げてますね。野口と影山も頑張っていきましょう。さて、春場所どうでしょうかね。まあスカウトもね、何人か見てるんですけど、今のところピンとくる子がいないんで、まだね、一人枠が空いてますが、そうですね、正義調子良さそうですね。重量だと稲妻も勝ってますね。正義全勝できました。ともね、送り出して勝ったんだけど、突き押しに弱い感じだね。そっか、あとはそうね、翔平がね、まあなんとかね、突き押しとかに対応できればいいかなというところですかね。ああ、一瀬はね、一瀬丸に名前も変更しました。まあこんなもんでしょう。さて、正義はここからね、どれくらい粘れるかという後半戦になってきますね。しかし今日はなんか疲れたんですよね、本当に。わー、2連敗してた。なんかやっぱりね、疲れるとメンタルが悪い方向に行っちゃいますね。なんかポジティブな考えに行かないっていうあたりが疲れるとまずいところですよね。高田の怪我、あー危ない。13、14も勝てば正義、あー優勝争いいけたかなって思ったんだけどね、ダメですね。うわー、鬼太郎怪我、あー危ない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 。まあ11勝したから、まあいいでしょう、大関だし。友が横綱破ってるんだけど、大野国とか高野波も破ってるんだけど、突き押しだな。突き押しの対応が全然できてないから、友も突き押し強化していかないといけない。刑事勝ち越し、あー稲妻よく頑張った。んで一世が十両に定着できそうな成績を出してる。で正義じゃなくて、ごめんなさい、翔平はそうね、千秋楽も勝てて5勝できればはすぐ十両に戻れるんじゃないかな。まああとはレイと野口、こんな感じですね。はい、さて春場所の千秋楽ですね。優勝争いを見ていきましょう。ドン、大鵬、千代の富士。なるほどね、正義一応名前あるから、まあ大鵬と千代の富士が敗れることはないと思うけど、千代の富士ね、久しぶりにこう優勝してもらいたいなっていう気持ちはありますね。十両は辰弘がいっぱいできてますね。各段の優勝に行きましょう。は
はい、まあいませんね。まあそしてどこ見ようかなーっていうところも特にないかな。大鵬と千代の富士の優勝決定戦がありますね。おー、これは見ましょう。はい。制限時間を迎えました。さあ、うわあ、大鵬強いわ、強いな。大鵬勝ちました。そうか、大鵬が突き出しで勝利、そして優勝。13勝2敗だからね、優勝争い絡みたかったね。3章には刑事の名前があります。やったぜ。はい、とりあえず正義はこのままでいいでしょう。で、友が送り出し対応できてないってことがよく分かったんで、鉄砲を強化していく。まあ刑事このままでいい。まあ北堂もこんなもんだし、稲妻よくやってますね。で、アランは多分そろそろ引退じゃないかなと思いますね。で、ケーデもまあ、この位置でしょう。一瀬ね、勝ち越せなかったけど、まあ、いい成績ですね。うん。高田は、しばらく高田のままで、行こう。しこな、次回まで考えておきますね。ちょっと、今のうちにちょっとメモしておきます。はい、そして翔平が5勝したんで、多分重量戻れるんじゃないかな。羽ばたきもそうですね。あー、後藤と勝利はもう引退でもいいんじゃないかなと思いますね。新しくスカウトで新弟子欲しい感じになってきましたね。さあ、番付発表ですね。正義大関、刑事が前頭筆頭、友が前頭6枚目、北斗11、慶明重量3、稲妻4、一瀬が重量10、翔平帰ってきました、重量10、2枚目。で、慶伝、そしてアランが陥落。アラン、そろそろ厳しいっすね。で、高田も陥落。羽ばたき3枚上げて、正夢、幕下6。この辺ね、幕下かなり混み合ってますね。うん、ジロー。で、レイ、そして野口ね。頑張って上げてますね。で、後藤と勝利はもうね、引退させようと思って、もう見取り稽古にしてますね。はい。さあ、夏場所がスタートをしました。怪我なくね。正義とかは特にでも優勝争いには絡んでもらいたい。お、翔平が調子いいぞ。稲妻、怪我。うわっ、うわー、マジか。うわー、調子がいいなって思ってたんだけどな。なんかごめんね、6週間。そっかー、やだなー。お、正義全勝で来たのは嬉しいんだけど、翔平も月押し強化してからなんとか戦えてますね。これで重量定着はできるんじゃないでしょうか。稲妻はちょっとほんとごめんなさいって感じだな。トモは、うん、まあ突き出しで負けてるけど、あと2段階ぐらい突き押し強化しないといけないから、まあこれはしょうがないっすね。翔平なんか意外とすぐ上に上がってきそうな雰囲気出てきましたね。はい。で、アランは調子悪い。で、ジローは怪我だと思うな、多分な。取り組みしないってことはね。
まあ、そして後藤と勝利が引退ですね。成績ちょっと悪いですね。さあ後半戦です。次郎はね、脱臼してましたね。まあ、正義なんとかね、1敗ぐらいでいければなんとか優勝争いはできるかなと思いますね。翔平が後半戦3連敗スタート。まあでも一応勝ち越し決めたんでよかったですね。うん、次郎と稲妻けがか。お、正義2敗できたから可能性はあるよ。あけぼの大砲、うん、まあでも大野区に琴桜に勝ててるからね。あ、千代の富士に勝った。うん、力つけてる証拠ですね。そして友も勝ち越しました。鬼太郎勝ち越した。まあ慶明はまあしょうがないですね。一世まあでもいいでしょう。で翔平2桁勝てればね、嬉しいところですね。でアランもまあ引退かな、そろそろねというところですね。まあ正夢もそうですね。うん、カイダともレイと影山ぐらいですね。はい、夏場所の千秋楽ですが、まあ正義どうにかね優勝争いに残っててくれると嬉しいなと思います。見てみましょう。あー、大砲全勝できてるわそっかー、崩れてないか。十両は琴ノ若が一歩リードですね。各段の優勝、翔平が今勝って10勝目上げてましたね。はい、これは特にないですね。うわー、友大砲当たるんだ。なるほど。ほう。正義、出島、で、友の大砲、これ2つ見ましょうか。で、友はまともに行ったら勝てないんで、大砲戦はね、ちょっと変化させようかなと思います。さあ、正義、まあ待っていけでいいでしょう。時間いっぱい。まあとりあえずこれ勝って13勝目を挙げたいっすよね。いい形になりました。耐えろ、耐えれる耐えれる耐えれる、よし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 、よし、オッケー。まあ、こういう取り組みを続けてればね、いずれチャンスが出てくると思いますから。決まり手です。なかなか見応えのある一番でした。見事な大関相撲を見せてくれました。4連勝です。うん、さあここをね、うん、まだ月押しや寄りの能力が鍛えられてないんで、友は。変化させます。制限時間を迎えました。これ決まってくれたら、優勝決定戦面白くなるんだけどな。胸を、うわー決まんなかった。あっさり。体でかいな。しかし大鵬優勝ですね。大鵬はでももう次の動画あたりで引退させてもいいかな。6月いっぱいまで持たせようかなとも思ったけど、うん、まあ遅くても6月いっぱいで大砲は引退ですね。いやー、大砲優勝。
三章ね、ご覧の通り鬼太郎と友がね、名前あります。そして飛ばしちゃったんですけど、貴乃花千代の富士戦で千代の富士が勝ってるんで、ちょっとこれ僕の趣味でちょっと見たいんで見ます。時間いっぱい。貴乃花千代の富士戦で千代の富士が勝つことってあんまなかったと思うんだけどね。うわー、呼び戻し、いいね。千代の富士も14勝1敗だもんね。珍しい決まり手です。なかなか見応えのある一番でした。千代の富士、圧倒的な強さです。大きな一勝です。いいね。はい、まあ13勝したんでいいですよね。まあ刑事もまあこんなもんだろうし、まあ友と鬼太郎ですよね。次の正義と並んで活躍が期待できそうなのは。で、一世と翔平も勝ち越したし、ちょっと稲妻に関してはなんか申し訳ないことをしたかなと思いますが、まあ徐々に世代交代進んでる感じですね。で、幕内大鵬超強いっていうね。まあ、貴乃花とか明けぼのとかも頑張ってはいるんですけども、そんな感じですね。うん。で、まあ2場所取ったんですけど、今の時点で噛んだね、今の時点で収録時間がちょうど45分過ぎたぐらいなんで、もう1場所か2場所行きます。はい、勝利から大事な話があるそうなので、勝利に関しては引退です。はい。で、後藤もそうですね、まあ、よく頑張ってくれました、引退です。はい、勝利も引退ですね。紹介出場700は少ない方だな。幕内場所数も11か。なるほどね。なんかいいところまでは行ったんですけどね。なかなか上で活躍はできませんでしたね。お疲れ様でした。はい、続いて後藤ですね。後藤もね、才能のある子だったんですけど、早熟で、で、ちょうど伸び盛りの時にね、怪我しちゃったんですけど、まあ、障害出場は844なんで、割と平均的ですが、そうだね、幕の内では長く戦えなかったっすね。お疲れ様でした。さあ、番付発表ですね。正義大関のまま、もう噛むの嫌だな。噛むというか、口が回らないの嫌だな。正義大関のまま、友が前頭筆頭まで上がってきたんで、ここで、まあ、10勝とかね、もしくは勝ち越しを続けられればというところですね。刑事はね、案外番付落ちませんね。鬼太郎上がってきて、翔平も重量6枚目まで来ました。楽しみですね。正義、友、刑事、鬼太郎、翔平ね。若い子が上位占めるようになってきましたね。で、一瀬丸重量7枚目、慶明下げました。稲妻ね、怪我しちゃったこともあって幕下ヒット陥落。高田も下げてますね。慶殿下げてますね。羽ばたきも下げてる、まさぎめも下げてる。アランちょっと厳しくなってきたかな。まあ今場所来場所の成績でちょっと様子がね悪かったらもう引退させてもいいかもしれませんね。確か普通型とかの子なんで、よく34歳までやってんなっていう話ですよ、むしろね。
で、二郎は怪我明けですね。で、レイは着実に、ね、番付上げてきています。あと野口と経験じゃなくて影山がいます。で、幕の内なんですけども、まあそろそろ辰弘前頭6枚目にいますね。まあ彼の実力がどのくらいかというところも気になるところではあります。はい、名古屋場所です。まあ翔平が勝ち越せればいいかなというのはあるね。一瀬丸の怪我、あーびっくりした、捻挫、まあギリギリ OK。 北郎調子いいなあ。あー正義黒星ん、北郎が全勝できた。太郎幕の内だと思うんだけど、あ、辰弘に勝ってる。あ、辰弘あんまり強くなくて助かるわ、ちょうどいいわ。千代大会か、まあしょうがないっすね。まあ友は、まあとはいえ明けぼの千代の富士大砲なんで、まあそろそろね上で戦えるようにはなってきてるかなっていう印象。刑事ですらね、武蔵丸に勝ってますからね。で、翔平はね、なんとか安定してきましたね。まあ、下位だと、羽ばたきと、レイかな。あと、影山か。さあ、後半戦。鬼太郎にね、土がつきましたね、1敗目。まあこの辺りでね、なんとか、あ、戻せないね、なかなか。あー、ダメだね、連敗続くね、引きずるね。翔平はこれで勝ち越し決めたんじゃないかな。慶明の怪我、あー危なー。まあ優勝争いは厳しいなりに、まあ上位は少し成績安定してきたかなっていう感じはね。友7-7、刑事7-7なって。で、鬼太郎翔平は勝ち越したんで良しとしましょう。まあ一瀬丸千秋楽勝てればね、いいですよね。で、稲妻は、気力ない中で頑張ってるし、羽ばたきとレイが全勝できてますね。で、アランもなんとか幕下勝ち越しましたんで、もう少し続けましょう。うわー、久しぶりにね、ようやくスカウトノーバディじゃなくて来たんですけど、まあ少し物足りないような気もするけど、16歳なんで、まあ行きますか。ああダメだあ、シリアスハートだけど入門する気あるか。入門する気はあるようだぜはあるんだな。やっぱりシリアスハートか、入門する気でもあんのか。じゃあレベル3ぐらいで様子を見よう。あー後藤、ちょうどねうちも後藤っていう子が引退したばっかりなんだけど、親孝行なことだぞ。根性、遊ぶところか。男は強くなくては、相撲こそ真の格闘技。これは夢を与える仕事ではないな。将来大横綱、美人が多いぞ。わっ、やっぱそういうことか。うちの部屋を担う逸材。あー行きました。ちょっとチャラいかもしれないね。ということで、新しい新後藤くんのパラメータードン。まあ16歳だからね、こんなもんでしょ。後藤実る、まあこんなもんじゃないっすかね。
タイプ。あ、アーリー後藤ですね、後藤。アーリー。よし、メモった。うん、まあしっかりね、鍛えていきましょう。16歳から取って、横綱まで行かせたいね、万世型とかでね。さあ、名古屋場所の千秋楽です。優勝争い見ていきましょう。あー、もう大鵬決めてるわ。大鵬引退させればバランス良くなるんじゃないかな、今の状況だと。まあでも地部屋でめっちゃ大鵬級に強い子が来たらね、もうワンサイドゲームですけど、大鵬もう引退させてもいいような気がしてきてしまったな。うん、十両はまあちょっと混戦ですね。各段の優勝に行きましょう。お、レイが幕下？あ、羽ばたきとレイがね、いいですね。はいはい。うん、これはどうだろう。羽ばたきの方が能力値は高いから、いいんじゃないかな。時間になりました。うん。向かい合って、いい形になりました。踏み込んだ。腰を入れる。これは羽ばたきかな。激しい動きです。押し出し。そうだね。まあ、兄弟子としてはね。幕下優勝です。全勝優勝を果たしました。うん、いいでしょう。羽ばたきが優勝。やったぜ。はーい。うん。はい、まあどこ見ようかって言ってもまあないんだな、特にな。特にないね。得意ないかな。もう過去大体見ちゃった流れだからね。飛ばしましょう。大鵬が優勝。おお、三賞ね、名前ありますね。友啓二喜太郎、いいね。はい、まあ、地部屋、まあ、大体いい感じじゃないですかね、上位陣ね。一世七勝したしね、いいでしょう。まあ、羽ばたき、レイもね、七勝したんで、この辺楽しみだし。まあ、正夢、慶伝、アラン、ジローあたり、ちょっと厳しさはあるんだけどね。幕の内で、まあ幕の内、まあ、大鵬さんいるんですけど、まあ大鵬は引退させてもいいような気が少しするな。ちょっと様子見るか。一応ちょっとだけ様子見ましょうか、でもね。あ、達弘弱いわ。ちょうどいいな。ちょうどいい弱さなんだけど、達弘だったらもう若乃花復活させてもいいか。あと坂鉾、達弘と大鵬を引退させて若乃花と坂鉾を入れるのはありだな。うん、まあそんな感じですね。はい、日曜日。これは受けませんけども、振り返りに行きましょう。なんかね、もう一場所ぐらい取ってもいいかなっていう気持ちもあったんですけど。まあ今回3場所。やりましたね。で、まあ、正義は、もうピークか。28ってことは。そうだね、もうピークなんで。案外横綱を目指すくらいだったら、このくらいの地位で、じわじわ粘って出
場1000回目指す方が本人にとっても幸せなんじゃないかなと思いつつ、1回はなんか優勝させてあげたいなというところですね。で、友は今よりと月が弱いんで、その2つ強化していけばかなりもうちょっと成績が安定するかな。まあ晩成の子ですからね。そうですね。で、ケージはあんまり期待はしないんだけど、上で安定してますね。まあ目指せ三役というところでしょうか。やっぱこう月押しが少し弱いんだな、うちの子は。で、鬼太郎もまあ月押しとか鍛えて目指せ三役だね、とりあえずは。あー、でも三章何個かね入ってくるようになりましたからね、いいですよね。翔平も月押し鍛えてだな。うん、でも重量で安定してきたから月押しとか、まああと出稽古とか行かせて全体的に強化していけば、まあいずれ上は取れるような感じになると思うんだよね。一世も月押しかな。相撲感と技術はねなかなか難しいんだけど、まず重量をね安定して在位できるように頑張りましょう。で、慶明はもう34歳なんでそろそろピーク迎えるんだけど、そうね、なかなか花が咲かなかったですね。今ちょっと厳しい局面ですね。稲妻はまあこれからね気力回復させて、まあでも重量では安定してたから大丈夫なんじゃないかなと思いますけどね。高田まだ若いから鍛えていきましょう。ケーデンはちょっと厳しいかな。まあこんなものといえばまあこんなものな感じはしますね。で、羽ばたきもそうか、やっぱ突き押しもしくは全体的な強化が必要ですね。全勝したんで重量にはいけると思います。正夢はもうピーク過ぎちゃって厳しいんで、まあでも大関まで行ってんだもんな。あんまり強い印象ないっすけどね。白狼とかいたからね。まあ頃合いを見て引退でしょうね。アランももう34歳でしょう。多分普通型とかなんでよく粘ってる方じゃないかなと思いますね。3段目まで落ちたらもう引退でしょうけど、アランはまあレジェンドとかいなければもう横綱にはなれたんじゃないかなという強さはありましたよね。次郎はもうピーク迎えちゃったんで、まあここいらが潮時な感じはします。まあ令はこれからなんで、まあ月と寄りと出足がどこまで伸びるかなんだよな。まあ重量はいけると思うけどどうだろうなっていうのはありますね。野口まあなんだかんだ伸びてはきてるけど、まあこの感じだと重量クラスよな。まあ影山もしかりですね。で、新しい後藤くんまだ未知数ではあるけど、まだ未知数だけどあまり期待はできないんじゃないかなと思います。はい、ということで日本大相撲を取ってきました。今回ね3場所取ってまあ収録時間が1時間今16分ぐらいなんで、もう一場所ね行けたかな、時間があれば回せるかなって思ったんで、まあでもこのくらいが限界かな。1回で3場所4場所ね、スカウトとかまあやっぱ稽古指示をもうちょっと簡素化するとか、3場所か4場所をスタンダードにしたいね。まずは理想は1本の動画でもう1年分回したいなっていう気持ちはあるんだけど、でもう大量にストックを作っていくっていう
方法もありかなとは思ってるんですが、まあとりあえずはこんなところでしょう。でもストックができたら週3更新とかしていって、まあ今は、まあ、6月中は多分週2の更新かなとは思うんですけど、まあでもね、こまめに上げた方がモチベーション下がらないようなパターンなんですよね、この取り方だと。まあ結構楽なんで、傾向指示の場面をこう声出して収録しないっていうのはすごく気持ちが楽なんでいいっすよね。まあ裏の作業でも5年後とか10年後とかに行ってもいいような気もしなくはないんだけど、多分それだったらもうラジオ聞きながらとか暇な時間帯で2時間3時間ガッと進めるっていうようなことはできると思うんだけど、まあそれだったらこまめに動画にしていった方が、特に今はね、前のシリーズでスカウトした有望な子が何人かいるんでいいかなって思いますね。まあもうちょっとね、まあ、やっぱ6月いっぱいぐらいはね、いろいろ試行錯誤して、まあ、編集の方法とか構成とか進め方とかね、固めていきたいなと思います。というところでこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。今日がいい日でありますように。ピンさんでした。